皆さんこんにちは、ゆうチャンネルです。今回はポケモンです。現在ですね、撮影しているのが11月22日土曜日です。でですね、11月21日の金曜日にポケモンの新作ソフトが発売されましたね。まあ新作は新作なんですが、リメイクですね。まあとにかく買ったんですよ。でタイトルがリメイクなので変わりまして、ルビーはオメガルビーで、サファイアはアルファサファイアっていうのになりまして、メガ進化ですよ。 XY からのメガ進化がこうルビーとサファイアにも加わって、まあ新たな要素があるということで、のチャンピオンのダイゴも意思関係でね、意思関係っていうか、まあね、あの詳しいので、まあつながりとしてはありっちゃありですよね。うん、うまいなって思いました。で僕もルビーサファイアの当時は結構やってたんですよ。あ、でこれ箱なんですが、なんでこんなに巨大かっていうと、一緒にですねミニプラの特急車、特急車のミニプラも頼んでまして、なのでこんなに箱が巨大なわけです。ポケモンの方は全然小スペースだと思います。うい、開きました。今回僕が買ったのはアマゾン限定の何でしたっけ、フィギュア付きのやつですね。なんか限定って書いてあると買いたくなっちゃいますよね。はい、よいしょ。おお、ちょっともう顔映らないけどいいや。はい、おお、うわー、ありますよ。ちょっとミニプラがでかすぎる、ミニプラがでかすぎますね。ちなみに買ったのは列車合体ミニプラ、列車合体 EX レインボークリアスペシャルの2をワンボックス買いました。これね、毎回もう最近は箱で買ってるので、チャカチャカ組み立てたいと思います。はい、ありました。いやー、こんだけしか入ってないけどね、これでいいんですよ。なんかテープですげーくっついてるけど、ポケットモンスターオメガルビーということで、なんでまあオメガというかルビーですね、ルビーにしたかっていうと、確かね、当時そのルビーサファイアだった頃にどっちやってたかなって思って、多分ルビーなんですよ、多分ルビー。僕基本2ソフト出たら両方買ってたんですよ。今回はまあ買わなかったんですが、まあ確かルビーを先にやってたような気がしたので、今回はオメガルビーを買いました。これね、楽しみなんですよ。あと、あ、いた、このね、下っ端、見えますかね、この下っ端のね、女の子の格好が、ルビーの方が可愛いんですよ。それだけです。アマゾン限定のオリジナルクリーナーということで、裏がね、説明で見えないんですが、クリーナーになってます。結構いいですね。もうちょっとちっちゃいかと思ったら、結構な大きさがありました。で、これですよ、オリジナルフィギュアの、原子グラードです。いいですね。開けますよ。はい。あー、ピピッとね。はい。おー、すげー。結構迫力ありますね。横から見るとこんな感じ。で、上から見ても迫力ありますよ。おー。でね、また、ここが、すごい。グラデーション綺麗。うわー、綺麗だなー。これが原子グラードンですよね。かっこいいわ。かっこいい。もうかっこいいしか出ないです。かっこいい。これね、飾っておきたいと思います。僕、そのなんか、数値、努力値とかあるじゃないですか。その詳しいことは、正直よくわかんなくて、単に冒険を楽しむっていう、まあ、ストーリーをね、楽しみたいと思います。いろいろ、もういろいろ、いろいろ楽しみです。というわけで、今回は、ポケットモンスターオメガルビーが届いたよという動画でした。もう早速ですね、この動画撮り終わった後に DS で DS あるんでやりたいと思います。はい、終わります。それではまた次の動画でお会いしましょう。